おはようございます。パチンカツタチオです。本日は、埼玉県の東方川越店さんに遊びに来ております。10月に遊びに来て以来2回目です。前回ね、なんとプラス5万2500円というね、素晴らしい成績をシンガロ2で収めたお店なので、本日は4万発出してプラスにしたいと思います。はい、まず1枚目いきましょう。東方川越店さんで今日も一日頑張ろうぜ。35回で ST がうち16回、単発19回で ST 突入率が 45% となっております。はい、さらっとサクッとですけども、新企画7月から始まっています。詳しくは概要欄チェックしてみてください。そして登録者様3万人目指しております。達成した暁には何か感謝のプレゼントいたしますので、ぜひともチャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。あ、一分行かないと。すで叫び声でした。一発目のリーチが残る。はい、55ゲーム、今年4500円、押したばっかりです。アロホリュー、指導時、赤チャンスで、お顔か住み絵ですね。翼びとか新滅目指したい。もうでゴーデンストックの煽り入ってるけど、ゴーデンストック行ってほしくないな。はい、翼びとで大が疑似、あ、じゃあ魔界の花ハル SP もしくはゴーデン SP どちらか。はい、緑フラ疑似さんでゴーデン SP か。はい、おあたりでご印でありがとうございます。ピーズーなー、はい、当たりですまあ偶数ズムだなとこがね、ちょっとあれですけど大丈夫です。最近昇格ちゃんとするようになってきたんで、いただきたいと思います。ザンバ剣かガロー剣ですね。はい、いかはい、いただきます。ありがとうございます。イエイ。まあまあ、ここからです。ちょっと本当に素でガロホリを入った瞬間ギャーって言っちゃったごめんなさい、あんまりね、騒ぎ立てるの好きじゃないんですけど。じゃあ、本当にいつもフリーズで申し訳ないんですけど、フリーズでもう、今フリーズしていいです。今早めに3000が欲しい。まだここからもあります。ここからもない。おーランね、ありがとうございます。はい、ご迷惑な音を鳴り響かせて申し訳ございません。やったな。よし、オーバーニューションもちょっと見せた。あ、早っ。よし、じゃあもうダイがやる気に満ちているというふうに受け止めましょう。なんかずっと私この間はめた方がいいって言ってたけど、なんかはめると ST ハマる台になっちゃう気がするから、最近はなんか当たり感は早い方がいいかなって思うようになってきた。パチンコ上手い下手とかどうでもいいんだよ。当たりが欲しいんだよ。弾が欲しいんだよ。さあ、最後までしっかり入れて限界速回いきますよ。はい、ゆっくり行こう。いける。あ、ダメか。うわ、これ外すの嫌だな。わーと静かじゃない。休みましょうか。あれだな、10ぐらい
まで行ってからデモ出しを。ちょっと前回ね、すっかりデモ出しムービー作戦で味を占めちゃったんで、今日も行きたい。あー、オーホンデュー。あ、緑。どうだ、白札の緑。ギルか、これはダメそう。いや、これやばいな、この ST。 やばいです、おちょくり ST 臭い。デモ出しします。よし、じゃあまたね、月の月光の旅人ってタイトル出たら打ち出しましょう。よし、行きましょう。ねえ、ちょっと今思い出したんだけど、また私裏ボタン押すの忘れてた、ガロ保留で。せっかくガロ保留出たのに、本当にごめんなさい。ダメだ、忘れちゃうよ。あ、青。じゃあマカパと鳴らすぞ。中パと鳴らしましょう。大事な局面、ちょっと鳴らせばいいんです。あー、やっちまいました。する。はい、2952玉です。じゃあ帰ろっか。違うね。はい、もちろん続行でございます。はい、持ち玉残り1000発ぐらいです。はい、現金投資再開です。真顔の、真顔の前売りが面白いです。まあ、ダメよ。363ゲーム、2枚目です。ハンバーグを食べてご機嫌な幸男でしたが、ここから怒涛の激アツハズレ映像をお届けします。まあ、これと言っ、あ、金のやつ、金のやつ、おー、やっぱ金のやつね、本当じゃないあれ。けど、6000台、青なんだ、マジで。え、嘘、マジ。あ、金の犬、金の犬、金の犬。ちょっと待って、え、ダメなの、マジで。おお、ちょっと待って待って待って、ちょっともう外せない。レビュー、やっぱあるよこれ。なんで、なんでだよ。追加投資の時間が来たよ。ゆきちん入れて、あれどうしたって515ゲーム、3枚目です。まあ、現在、現時刻4時20分ね、夕方のね。で、まだ3枚目。あまり出会いだったんだ、悔しい恨めし4枚目。はい、669ゲーム、4枚目です。私の代は嫌な感じ、悪いわね、ありがとうね、これからは当てねー。
定もめちゃくちゃだわ。これがサチオの生きる道。あれ何連ちゃんだったの？あ、すごい、すごいね。ノリノリだったもんね。お、そこは黄色保留。834ゲーム。やっぱ引きの強い人と喋ると熱い演出が起こるかも。41,000円。テントゲート出てます。ギジさん行くね。いいね、ここに来てちょっと当たりたがってる節あるよ。この場合あるよ、あるわよ。次回予告とか見たかった。なんでって久しぶり見た待望。なんか逆に珍しくないですか？逆にそんなことない。なんか新型ショーになってあんま待望出なくなりましたよね。結構魔獣とか黄金騎士が多い気がする。はい、大学。あ、魔天使おるやん。いや、はい、ミラージュは黄色。全長は緑ですか。はい、金魚見たい。金魚、金魚ちゃん。もうまた、もう広角重心、広角重心の望みを捨てない。プチュン、プチュンとすれば、プチュンとすれば。ああ、隣のお兄さんの引きをもらった感がすごい。お話ししてたら当たった。やった。だけども、だけど入れなきゃ意味がねえんだわ。一択でなんかこの画面がね、全部同一の場合もあるらしいですね。見てみたい。お願い。あー、胸が痛い。心の臓が痛い。わー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。やっと、ちょっと長かった。現在時刻6時過ぎ、夕方の6時過ぎ。やっぱフリーズ楽しいわ。はい、あー、しみる。マジで脳にしみる。ちょっとね、さっきね、この3000の間で若干止めちゃったんで良くなかったなと思うんで、そのまま行きます。 V パンクはやらんよ。反発覚悟してたから良かった。そしてまたさ、召喚サイドボタンの裏技やるの忘れました。ごめんなさい。さあ、行くよ、行くよ。早いな。はい、はい、ザン50、ザン50。おー、いいね、上げてくやつね。もういっちゃう。いやー、いや、弱いって。いけ。ありがとうございます。でもね、お隣のお兄さん15連チャンしてたんですけど、やっぱ一回も3000発取ってなかったんで、やっぱ取らない方が続くのかな。やばい。さあ、波長を合わせていきましょう。久しぶりに出しましたよ、次第以来。あざっ。やっぱシンガロス面白い。800ハマった回ありました。まあ、まだ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 、この辺りで
やっと半分戻ってきました。なんでまだまだでございます。 OK、 今日いいよ、5先発ね。今ね、めっちゃ脇汗かいてるやばい、めっちゃテンション上がるわ、この曲。なんか当たると音量上げる人いるじゃないですか。なんかその気持ちちょっとわかる。あ、上げてノリノリになりたくなるよ。まあね、音量調整は周りの迷惑にならない程度にやりましょう。もう全然前半じゃできらん。ちょっとね、いつもならペラペラ喋るんだけどさ、集中しすぎて喋れねえわ今日。出たライガー出たなライガー。おい、先読みいいっすね。まあエンブレム回っとるけども、残り25、ギルギシン、ライガーボイス。しかも父ちゃん赤ね。あ、いいっすね。これはさすがに、さすがの詐欺師ライガさんも大丈夫だと思うんですけど、お願い。あ、大丈夫。あー、よかった。オッケー、気持ちいい。ライガ、あー、ファイトロヤー、ファイトロヤー、ヘドバンしたい。かっこよすぎんだけど、これあの監督のさ、この孫文字がすごいよね、まあ、自分でネイルやるんですけど、監督の孫文字みたいなのを真似しようとしたんですけど、なんかただの字下手くそな人みたいになっちゃってさ、すごいね。どうやったらこんな書けんだろう。やばい、ファイクロに聞き惚れてたら、これが休ませます。ちょっとツイッターを見てみんなからパワーをもらおうかな。さあ、タイトル出たんで出だしましょう。少年場です。最近少年場で全然やれてないんで。パパ、収束、あーやったあー、ちょっとハズレを覚悟しました夏柄がパパになってる。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃ泣ける。渡辺さん、今宵もデモ出していこう。よし、もうちょっとや、もうちょっとでイーブンまで持ってこれるぞ。あー、ウルフや、歌や。もしかしてこのウルフを、あのロングリーチの金の狼のモチーフにしたのかな。これでまあ約8000発持つことになるんで、もうちょいやな。次でね、狂気も満発だしね。よーし、行くぞ。全然吸引してくれない。あと今日全然ゴーテンちゃん出てこない。練習出すぎて疲れちゃったのこれ。あー、緑、これにかけよう。残り36、赤いよ、い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 ける、い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 ける。なんとだろう。そう、わお。また、また休む。いや、もう行くか、このまま。頑張れ、5点。頑張れ、5点。5点。エフェクト白いけど。当てなくて正解だったかも。私もパチンコで
パチンコ YouTube で金持ちになって豪店みたいな馬の馬主になるんだ。本当の馬主になって豪店ってつけたい。馬主ってさ、いくらぐらい持ってたらなれるんだろう。うん兆円とか、うん、10億円ぐらい持ってたらなれる。なんかもう一生生きてるうちにさ、そういうことできる気がしないんだよね、私ね。もう自分は今のこのぐらいの質素な生活で一生を終えるのかなと思ってるんですけど、思ってるのがダメなのかな。外国の豪邸みたいな家でテレビ超でっかいので。万発ありがとうございます。狂気ね、狂気万発で。別荘とか持ってるような家に来世は生まれ変わりたいなと思ってたんですけど、一直島田さんばりにね、お金を持てるようになったら私も世界一周してくるわ言うて。そのためにはとりあえず今日勝つ。楽曲行こうぜ行こうぜ行こうぜ。もういった、残り52かな。楽曲です。いいね、赤月かっこいいよね。なんか無印のシンガロも打ちたいな。当たってくれ。なんでだよ。またどういうとこは、そこは当たろうよ。復活です。はい、ありがとうございます。まくったかも。いや、でもダメダメ、安心しちゃダメ。まだダメダメよ、ダメダメ。コロコの月って何の歌だったんだろう。東海龍河シリーズの歌なのかな。私あれ聞きたい、ルールルールとかさ、なんだっけ。ルール聞きたい。次のね、ガロテンではおそらく入ってくると思われるけど、今日ちょっとそこあたりできないっすね。お、なったよし。あ、歌が捨て子押して終わったです。よし、1、2、5。え、持ち玉も無事万発超えますね、これで。この音はいいよね、マジで。はい、持ち玉無事万発超えてます。そして私は汗だくです。いきなり緑来たよ。じゃん、50。白いのよね、これ赤があるからね。でもまだ多分弱いっすよ、お尻だよ。赤くない。でもお尻なんで、いっとこ。やっぱね。まあなんか強いのも倒せるようになった分、弱いやつのなんかスタイル若干減った気がするな。これね、4回煽ってんすよ。赤だし、行くでしょ。なんでだ、なんでだよ。なんでだよ。リベンジ、リベンジ、リベンジ、リベンジ。リベンジ行こうぜ、リベンジ行こうぜ。行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。ねえのかよ。コテちゃん疲れちゃった疲れちゃった疲れちゃったね。そういう怒りなんですけど、休ますべきか行くべきか。ちょっと休ませる、かなりギリギリですけど、休ませますか。じゃあここで最後ね、デモ出ししましょう。いやー熱い。あー胃が痛い。この親子の姿を見てさ、あのお母さんのことを思い出してるライが可愛いよね。まあ、切ない切ないんですけどね。よくさ、まっすぐ育ったよねライガは。本当にゴンザさんとレイ君のおかげだよね。それがいなくなって、それをコウガが探しに行くって言って出てっちゃった後は、レイ君が K
県の師匠になってくれて、だからライガは二刀流なんですよ。レイ君が二刀流なんで、ゼロがライガのね、幼少期でレイ君に修行をつけてもらう話があって、その回すっごい好きで、その回だけ録画しといて何回も見てた。さあ行きましょう。残り12だったかな。ダメか。あとはマカパトに託す。マカパト、まあ、ちょっと3000年1回も引けなかった、まあ、けど頑張ったよ。相変わらず赤いけど、まあ、あとはお願いします。これを光らせれば、サチオの新月光浴12話目、 ST 突入回数18回目にしてついに成功した。どうかしてるぜ今日。うわー、そうですよ、初。いやーマジで鳥肌やば。あ、そっか、なるほどね。そっか、このまま行くの。じゃあ魔界で行きましょうか。すっげえ。あやっべえ、やっべえ。あーやばー、超攻撃です。初突入にして速落ちじゃねえだろ。いや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 、このね、なんかクラブとかないらしいんで、あそこでパパとライが助けに来ることあるんですかね。隣のメーターを、メーターを、メーターを。めっちゃダサいやんそれ。いやだ、なんかすごく恥ずかしい。ちょっと待って、まあ、ぴったり10回行ったけどさ、あ、もう打たなくていいのかなこれ。もう一回できんのね、もう一回できんのね。ちょっともう一回鳴らせる気はしないんですけど。派ですよね、めっちゃ恥ずかしい、嫌だ。あ、終わった。初体験が底落ちとはね、私らしい結果でした。はい、お疲れ様でした。カノワです。ピカピカ。はい、本日の投資の方が4万1000円で、出玉の方が1万3995玉で、回収が5万5500円だったので、収支の方はプラス1万4500円です。ありがとうございます。2連勝、そして何より5枚目入れてからまくったっていうのがね、すごい自分的にはすごかった、まあ、あと本日はなんといってもマカパと初鳴らし、そして速落ち、すごいね。ということで今日分かったことはね、私はね多分 V パンダ法はやんない方がいい、続かないからすぐ牙出てきちゃうから。なのでね、今後も ST を楽しんでいこうと思います。ね、本日大当たり2回中2回とも魔界チャンス直撃いたしましたので、3000ボーナス直撃いたしましたので、総当たりが37回で、 ST が18回、単発19回となりまして、ST 突入率なんと 48% になりました。 3% アップです。で、本日は東方川越店さんの方へ、朝からね、朝すごい寒い中から抽選から参加してくださって、お声かけとかもすごい差し入れ、いい、もう素敵な差し入れたくさんもらってしまって、本当に感謝感謝感謝でございます。ガログッズ大切にいたします。家事を少しでも頑張ったなと思った方は高評価、いいね、そしてコメントにて感想とか、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひともよろしくお願いします。12月末までに3万目指しております。最後まで諦めずに頑張りたいと思います。
それでは来週も学連街道を走っていこうと思いますので、絶対見てください。また来週、ありがとうございました。12月17日土曜日は、前回もお邪魔いたしました、11月もお邪魔いたしました、千葉県茂原市ファミリーマート小靴屋店の隣のお店でね、抽選から16時まで収録でお伺いしますので、お近くの方はぜひ遊びに来て、遊びに来てくれた方にはサチオオリジナルステッカーをプレゼントしています。遊戯してくれた方にはね、サチオオリジナルブロマイドを毎週量限定で用意してますので、ぜひともお声かけください。お待ちしております。待ってます。